はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。ということでアップデート解説の続きやっていきたいと思います。すいません、なかなか時間が取れなくて、もう火曜日になってしまいました。ということで明日は 4.5 周年のアップデートが入るんですけど、ちょっとその前日になってしまって申し訳ございませんが、アップデート解説ですね、今日で終わらせたいというふうに思います。はい、では新監督からですね。はい、ゲーダス監督、ベルギーの監督ですねが登場ということで、まあこれはよくある、まあこういう周年の時とかにある10連無料で来る、架空のね、あのスターズとかなんかいろんな、選手の監督ということで、まあ、今来ている無料10連で手に入る星5選手たちで、染めることができる監督という感じになってます。でただまあまあ、パッと見たところ、戦術得意度もレベル低いですし、まあ、戦術指導レベル3回ということで現状の、最上位から、まあ、ワンランクダウンというところ、まあ、オフェンス強化、ディフェンス強化入ってるのはすごくいいところではあるんですが、まあ、シュート、ドリブル、パスカット、キープ、スピードっていうのもねすごく強いんですけど、まあ、そもそもねこのチャンピオンズセレクション93っていう選手、自体がまあざっと見てきましたけどそんな強い選手はいないので、まあなかなかこれを作っていくっていうことはないのかなというふうには思います。現状のねやっぱり、ポジションといえば2強の監督ですよね。ザガリオ監督とバンクル監督で、このザガリオ監督とバンクル監督にここがまあ並んでくるかっていうと、まあそうですね、このシュート、ドリブル、パスカット、キープスピードは強いんですけど、まあ、どうしても戦術、得意度のレベルが低いっていうことと、この染めができないっていうことを考えると総合値もかなり落ちてくるかなというふうに思います。総合値を落としてわざと戦う制限戦っていうところでいうと、このシュート、ドリブル、バフがある星5監督、っていうのはまあ魅力的かなというふうには思いますので、制限戦のオーナーさんで、まあ、制限数値を落としながら、内部的なバフでいうとオフェンス強化指導、ディフェンス強化指導の両方が入っているので、これ要はその、総合値以上のすごい力を発揮してくれる監督かなと思うので、もし僕がゴールド帯とかだったらちょっとこのゲーダスはちゃんと作って、試してみるかなというふうには思いますね。結構面白いかもしれません、そういう考え方で言うとね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、4.5 周年の直前キャンペーンということで、もう明日ですね、明日、1週間経ってしまいましたが、4.5 周年が来るということで、これロゴ見た感じ赤と黒っていうのがやっぱりこれそういうことですよね。今までもまあやっぱり周年のこのバナーっていうのは、まあ、その色とかその、映像っていうのは意味合いがあったので、まあ、この 4.5 周年の赤と黒と金っていうのは、まあ、おそらくこの 4.5 周年で、フォーカスするチームだったりとかっていうところになるのかなというふうに思います。なのでこれどこだろう、やっぱミランかな、 AC ミランっぽいですよね。まあもう明日なんでね、待ってみましょうというところで、まあ、もしくはもう全然関係ないね、今流行りとか、今そういう流れですね、ユーロスターズで始まり、イタリアリーグスターズで始まってユーロスターズで今、リーガスターズかっていう流れでいくとどうだろうな、何が出てくるんだろう、プレミア、いやどうだろう、まあでもアルゼンチンってことはなさそうですね、この赤で言うと。はい、ということで、まあ、これは何が来るか明日のお楽しみというところですね。はい、ではこの 4.5 周年で無料10連が毎日引けますよということで、もう皆さん引いてると思いますが、まあ、忘れずに、合計最大150連引けますので引いて、星5選手はまあそんな強くないんですけど、やっぱり当たりは星4選手ですね。で、売却して金コインをたくさん作っていくというイベントということで間違いないかなというふうに思います。さらにミッションを達成することで最大130連分が、プラスされるということで合計280連、無料で引けますのでしっかりと引いていきましょう。はい、あとはここですね、登場する新選手ロゼイからピエールというところで、まあ見ましたけどね、どれもそんな強くないです。はい、で経験値もりもり2倍キャンペーンということで、まあ、経験値2倍が、今行われてますよというところですね。はい、まあ、あとこの辺は見ていただければいいかなというふうに思いますね。カムバック、
はい。で、ピザーラオリジナルグッズのリミテッドもこれ終わっちゃったので、もうこれいいです。飛ばしましょう。はい。で、まあメインですね。メイン、ガチャ見ていきたいと思います。オータムスカウトですね。まあもう1週間経ってしまっておりますので、僕自身ももう引いております。で、使用感というかね、まあ、見てるところ、まあ作ってはないんですけど、誰も作ってはないんですけど、まあざっとね、動きとかは見てきてるので、まあ考察しながら、まあ使用感というところもちょっと踏まえてお話していければなというふうに思います。はい。はい、オータムスカウトですね、常設確率が 10% でいいかな、書いてないのか、まあ 10% でしょう。はい、 10% ですね。なんで各選手 2% ずつという感じになってます。で、ステップの内容がオータムスカウトなので、まあ、最初の10連で、1名確定ですね。で、1個前の前半の動画でもお話したように、これはですね、レジェンドマッチの特別効果を持った選手特攻キャラになるので、まあ10連は引いて、1名以上は確定した状態で、レジェマ回していくのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、ステップ2は黒ビブ、ステップ3で 20%、まあ、こんなの空気ですね。ステップ4も黒ビブ、ステップ5で、確定1名ですね。で、ステップ6黒ビブ、ステップ7 40%、まあこれもね、まあどっちかっていうとあんま当たるイメージがないですね。ステップ8も黒ビブ、ステップ9も 50%、50% もまあ2分1ですね。で、ステップ10で確定ということで、まあ、100連の中に3体ですね、確定がいるというところです。で、まあ、あのチケット交換がついてませんので、3ループで終わりますの で一応まあ5体というところです。偏りを見せてしまうとお目当ての選手が、まあ、100連やっても出ないってことは全然余裕であるでしょうね。 10% とはいえ、まあ、5体なんで、結構そうですね、1体狙いでいくと、まあ、運が悪かったら結構地獄を見るガチャなのかなというふうには思いますね。はい。ではフェランから見ていきましょう。フェラントーレスですね。はい。スペインリーグスターズフェラントーレス、テクニコ系統の左で来ていますので、現在、スペインリーグスターズのモスキーニョ監督の、まあ、あそこですね、ビニシウスのところに当てはまってくるかなというところです。先に結論から言うと、圧倒的にビニシウスの方が上だと僕は思います。まあ、まずはステータス的にもビニシウスの方が上、まあシュートがね、トーレスの方が上なんですけど、まあ、ビニシウスの使用感ちょっと先に話しておくと、ビニシウスめちゃくちゃいいです。はい。まあ、結構ビニシウスに関しては賛否両論あって、シュートが低すぎるんでどうなんだっていう話があったと思うんですけど、十分ですね。それ以上にやっぱりドリブルバフがあるモスキーニョにおいて、あのビニシウスのドリブル、突破力っていうところでも十分攻撃性高度が上がってる状態なので、まあシュートあのぐらいの数値でもシュートバフもかかってますし、十分で、あとはその他のね、シュートのバフってのもかかってるんで、キャプテン特徴とかも含めて、レーン特徴とかもあるチームだったらあるでしょうし、まあ、ビニシウスは圧倒的に決定力が僕の中ではあるんですよね、使用感として。なんで、まあ、特に最近そういう流れが、あのピレスの時とかもそうですけど、まあ、シュート数値よりもどちらかというと、もうそこのシュートを打つまでの攻撃性高度がかなり重要になってきてるかなというふうに僕は思いますね。で、特にこの後、まあ、ドリブルバフ、シュートドリブルバフ監督が続くと思うので、まあ、そうなってきた時にやはりそのシュート対戦になるまでの、どれだけ成功数値を積んでるかっていうことで、まあ、例えしね、まあ、たまにいますよね、あのボランチとかサイドバックとかセンターバックでもシュート数値200とか100しかないのにしっかりと点取ってくることあるじゃないですか。あれもだからそれまでの攻撃性高度と相手のまあ守備成功度との掛け合いだと思うので、まあ、そういう意味で今後は、シュート数値が全てではなくて、今まではやっぱりシュートバフしかなかったんですよね、あの攻撃が、まあ、あってもシュートパスとかでも結構やっぱディフェンスによってて、でシュートのみのバフの星5監督の中で、この坂つくっていうのは行ってきたので、なんでどうしてもシュート数値に、重きを置きがちだったんですけど、まあ、これからはシュートドリブルっていうのが入ってきます。場合によってはシュートドリブルパスっていう、もしかしたら 4.5 とかで出てくるかもしれませんけど、そういうかなり攻撃的な監督が出てきたとすると、
おそらく州土地にそこまでこだわらなくてもその他、でそのフォローしていくことができるのかなというふうに思ってます。はい、ということで、まあビニシウスの動きと結論から言うと、まあフェラントーレスよりビニシウスで、ビニシウス持ってない人はまあフェラントーレスでも十分活躍してくれるかなと思います。フェラントーレス十分強いです。ステータスの振り方もまんべんなくてよいいですし、で高いところのシュートとドリブルがゴールベネラーで特大アップします。で手品師もついてますし、まあなんといってもやっぱフェイクドリブルですよね。ドリブル最高峰の一つ、フェイクドリブルがついてるっていうことで、まあ、作ってもしっかりと活躍してくれますし、まあ、配ってもねフェイクドリブルなんでかなり嬉しいかなというふうに思います。はい、ちなみに僕がフェラントーレス祭りでしたね。なんで、まあ、ちょっとビニシウスの交代要因としてフェラントーレスも考えましたけど、まあフェラントーレスの動き確認して、まあ異戦術でポゼですけどアンスパティでいいかなっていうところでフェラントーレスを作ることはやめて、フェイクドリブル、これをですね、リミテッドマッチ用に、ピザーラのあれですね、配ってきました星4選手に。はい、ということで作ってはいませんけど、まあそうですね、ビニシウスがいたらいらないかなっていうところで、ビニシウスがいて交代要員のテクニコのジョーカーいないっていうんであればフェラントーレス作ってもかなり後半から活躍してくれるかなとは思います。はい、続いて今回の目玉はこちらですね、マルコアセンシオですね。はい、アセンシオ選手はもうこれはまさにジョーカーでいいんじゃないかなというふうに思いますね、今の活躍ぶりも見てても。はい、でジョーカー選手これは強いです、普通に。で右のフィニッシャー系統ということで、まあ現在ここにはメッシを置いている方が多いと思いますが、まあそこの交代要因というところですね。まあ異戦術から引っ張ってロドリゴ使っているオーナーさんもいると思います。ロドリゴすごく強いです。そのロドリゴの中央突破バージョンという感じでいいのかなと思うぐらい、すごく優秀。まあオフェンスにがっつり、振られていますし、でジョーカーで特大アップが全部にかかって、さらにドリブルにダイアップ、そしてハイスピードアローですね。シュート、ドリブル、スピード3項目ダイアップ、まあ、ジョーカーっていうのは基礎ステイが、ジョーカーの特大アップで大きく上がりますので、そこでまあこのなんていうんですかね、バフかけるところが多いっていうのはかなり利点になるのかなと思います。しかもまあ重要なところですよね、全部がシュート、ドリブル、スピードって。なんでこのアセンシオは後半からかなりドリブルは切り裂いてくれるかなっていうところで、カットスルードリブルですね。でこれももう素晴らしいですね。これミッドフィルダーのタックルマーク特大ダウンというところがより素晴らしくて、中央突破ですので戦う相手はまあ主にポゼッションになってくると思います。でポゼッションでやっぱり厄介なのはドゥンガですね。ドゥンガもしくは最近だったらジャカとかですけど、まあ、要はあのワンボランチがすごく面倒ですよね。一人のダイナモとかあのあたりで、まあ、ここをしっかりとタックルマークを特大ダウンさせるというところで、まあ、結局あのボランチの厄介な選手たち何が怖いかって、タックルとマークが高いところが怖いので、まあ、ここをまあ特大ダウンさせていくということで後半からでもかなり活躍する。でしかも後半からってなってくるとスタミナ的には削れてると思うんですよね。なんで基礎捨ての数値にかけるデバフっていうのが、後半の選手には優れてるんですけど、アセンシオはそこがまたカットするというところでかなり優秀です。はい、でここセカンドスキルもめちゃくちゃ優秀。キャバリアシュートということで複合スキルなんで空中戦でも発動しますし、普通の、シュートレンジでも発動するということで、まあ、このランク A がついてくれてるおかげで残り2つのスキルいろんなものつけていろんな色合いつけられますので、まあ、かなり優秀な、ジョーカーかなというふうに思います。でまたこれ限定ジョーカーじゃないので今後も長く使っていくことができるということで、無課金美課金さんの中でもやっぱりこのアセンシオっていうのはかなり重宝するんじゃないかなというふうに僕は思っています。はい、大当たりですね。はい、続いてブスケツ。はい、セルヒオブスケツですね。ごとつのブスケツ、ちょっと前に売ったばかりですごく後悔してるんですけど、ダイナモ系統で来ましたブスケツが、でまあもう先に言うと能力ももう、ま、抜群で、で堅牢ですよね。タックル、パスカット、特大アップ、後方の指揮官、パス特大アップ、ディフェンス能力ダイアップ、ボールジャマーということで、で僕はもう最強マケレレがここに君臨してるんですよね。中央の、センターには最強マケレレが君臨してて、でモスキーニョにおけるバフがかかった時の、マケレレとブスケツの能力差でいうとほぼありません。ほぼない、まあほぼ一緒ですね。ってなった時にじゃあどこ見ていくのっていうと、マケレレは5つの牌
ただそれ以外の特徴が微妙。ブスケツはそれに比べると高いところタックルパスカット特大アップする、で後方の指揮官もあるというところで、内部的なディフェンス数値は、まあ、ゲレレを大きく上回ると、思います。なのでマケレレよりもブスケツの方が、まあ、瞬間的なその、守備力はかなり高いかなと思います。ただしやはり5つの牌があるので、試合全体90分を通した時のマケレレってのはかなり強いので、まあ、そこはすごく難しいところですね。ダイナモなのですごく動きは大きくてスタミナもかなり難しいと思います。ブスケツ、ディフェンスがかなり高くいいんですけど、やっぱスタミナが750というところでかなり低い、なのでこれがですね後半とかになってくるとかなりスタミナ問題は出てくるのかなと思うので、すごく難しいところ。守備の火力でいうと、守備力でいうとブスケツ、ただ1試合通した時の安定感でいうとやっぱ負けれれっていうところですね。なんで無理して負けれれ持ってる方、もしくはカンテ持ってる方っていうのは、まあ、このブスケツを作っていく必要性はないのかなと思いますが、まあ、モスキーニョの 2% のバフを作って、あとちなみに言うとこのモスキーニョ監督ってそんなに後半の交代要員ってまだまだ出てきてないので、揃ってないので、なんでまあ前半ブスケツにして 2% の、スペインリーグスターズ止めを使っときながら、後半で負けれに交代して、まあ、安定感を高めるというやり方でもまだいいのかなと。まあ、ここから多分ですけどビニシウスのテクニックのところに、ジョーカーが出てきたりとか、まあ、そういう風にしてくるとブスケツを交代する枠ってのがなくなるんですけど、まあだから瞬間的な強さでいうとブスケツは強いですけど、やっぱスタミナ問題が非常に心配なところ、安定するのはマケレレじゃないかなとは思いますね。はいはい、続いてルーカス・バスケスですね。ルーカス・バスケスはサイドですね、右サイドなので、まあ、ここはハキミがいたりとかっていうところなんですけど、まあ、スペインリーグスターズちゃんと染めれるようにここも出してきたかというところです。ただ残念なことにルーカス・バスケスはそこまで強くないかなというふうに思います。ステータスぶり、まあ、あと動きも確認したところ悪くないです。まあ、なんか波のサイドバックって感じですね。 AABB の波のサイドバックっていう感じです。ただハキミと比べるとやっぱり数値 S ステのハキミと比べると、サイドバックっていうのはかなり総合値の最大のその数値が、まあ、振るところが必要なところが多いので、まあ、やっぱりハキミの方が動きはいいかなというところでした。はい、でグローリードリブルもやっぱりちょっと微妙なドリブルがついてしまったというところもありますし、まあそうですね、弱くはないですけど、だからハキミとか強い右サイドがいないんであればモスキーニョを作っていく上でルーカス・バスケス全然作ってもありだと思いますし、まあ被ったらねグローリードリブルなんて配ってもしょうがないんで作っちゃってもいいのかなというふうには思います。はい、でどうなんでしょう、普通だったらこのスペインリーグスターズもうワン追撃あって、こういう落としてきてる穴のところに強いのが出たりするんですよ。一番わかりやすく言うとバンクル監督の時の、左サイドですよね。サンドロとか、マルセロ使ってたところにティアニーが出てきて、ティアニー作った途端に、誰だっけ、ブロンコールストですよね。もうティアニーなんて一回も SWCC 出ないで5突でそのまま売却になりました。はい、っていう感じのことが、まあ、こういうところで起こりうるので、まあ、無理くり作る必要はない選手かなというふうに思いますが、まあ、スキルもちょっとね使い勝手もないので、まあかぶったら作ってもいいのかなっていうところですね。はい、ラスト、ラストセンターの、センターバックのラウラ・アルビオールですね。もう残念ながらもうこれは外れ枠ですね。外れ枠、まずもうここまで来て ABBC っていうのはもうちょっと厳しいですね。はい、というところでもうこの時点で外れで、スキルもエナジャイズパスカットということで、まあ、ちょっとこれも、そんないらないかなというところです。残念ながら外れ枠というところです。なんで、はい、トータルで言うと、まあ、このアセンシオが大当たりで、ブスケツは人を選びますね。強いボランチがいないんであれば全然これは強いです。もう最強候補。まあ、守備のところだけちょっと改善できる、あ、守備じゃない、スタミナのところだけ不安要素ありますが、最強のボランチですね。だからアセンシオ、ブスケツを大当たり、フェランはフェイクドリブルとして大当たり、ルーカス・バスケスは強い左サイドいない方は、まあ、当たりかな、まあまあまあ作ってもいいのかなというところ。アルビオルはもうこれは作らない、外れ、完全なる外れ枠というところでいいのかなというふうに思います。
はい、ということで、まあ以上5名のガチャで、ここはねどこに偏るかが結構厳しいところかなと思います。アセンションにね偏ってくれればいいんですが、まあちょっとその僕で言うとアセンションは100年やっても1体も出ませんでしたね。はい、もうフェランとルーカスバスケス祭りでした。はい、ということで、まあなんでどこに偏るかがすごく重要かなというふうに思います。まあ僕の場合はとりあえず 80% のバフが欲しくてちょっとやってみて、アセンション出ないかなってやってったらアセンションだけ出なくてっていうところで終わされたという感じでございます。はい、ということで、以上でこのオータムスカウトの考察は終わりたいかなと思います。まあなんといってももう明日ですね、4.5 周年、始まりますので、まあそこに向けて GB は貯めていく。でちなみにポイ活の方も進んでおります。で新しくめちゃくちゃおすすめなポイ活とかも見つけてるので、まあ、またそれもちょっと時間ができた時に動画にしたいかなというふうに思っております。明日は 4.5 周年なので、まあゼガヒでもなんとかね、ちょっと時間を作って動画は出したいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということでこの辺で終わります。それではまた。Hit the